チャンピオンズカップは日本中央競馬会が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。創設から2013年まではジャパンカップダートの名称で主に東京競馬場や阪神競馬場で施行していた。2008年以降は原則12月第1日曜日に開催される。聖賞は名古屋競馬株式会社賞。 日本馬主協会連合会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞。第2回、ジャパンカップダート第11回、ジャパンカップダート第14回ジャパンカップダート、日本では1970年代後半より、世界に通用する強い馬作りが提唱され、1981年に、 芝2400メートルの国際招待競争、ジャパンカップが創設された。その後1995年より、中央競馬と地方競馬の交流が飛躍的に拡大されるようになると、中央と地方の所属を超えたダートの重賞競争が注目されるようになり、ダートグレード競争で活躍した日本馬は、アラブ首長国連邦やアメリカ合衆国のダート、 競争にも挑戦するようになった。このような状況の中、日本のダート競争においても、ジャパンカップと並ぶダートの国際競争を開催しようという機運が高まり、2000年に前進となる日本初のダート国際招待競争、ジャパンカップダートが東京競馬場のダート2100メートルで創設された。ジャパンカップダートは2007年まで、 ジャパンカップの前日に施行されていたが、2008年から施行時期を繰り下げ、施行場も阪神競馬場のダート1800メートルに変更された。2014年からは施行場を中京競馬場のダート1800メートルに、名称もチャンピオンズカップに変更。国際招待制も廃止され、馬や関係者の遠征にかかる諸費用を JRA が負担しない。 国際競争とされた。なお、開事は2014年が第15回とされ、ジャパンカップダートから引き継いで通算される。外国馬の出走枠はハートまで。2008年からジャパンオータムインターナショナルにも指定されている。また、指定外国競争の優勝馬や過去1年間の国内ダート GI ジェイプニー競争優勝馬が上位入着した場合に報奨金を交付する制度も、 ある。ただし外国馬の出走数は創設時より少なく、外国馬の出走が一頭もなかった年もあった。創設から2013年までに外国馬が優勝したのは2003年の一度のみで、これ以外は全て日本馬が優勝している。2020年より、本競争の優勝馬には、サウジアラビアの国際招待競争サウジカップへの優先出走権が与えられることになっている。 以下の内容は原則として2017年現在のもの。優先出走権を得られる条件2018年の一着賞金は1億円で、以下2着4000万円、3着2500万円、4着1500万円、5着1000万円。報奨金制度日本中央競馬会が指定する外国競争の本年度優勝馬が本競争で一着となった場合は5000万円。 二着の場合は二千万円、三着の場合は千三百万円を報奨金として交付する。また、過去一年間に行われた国内であと g i j e p に競争の優勝馬が本競争で一着となった場合は五千万円、二着の場合は二千万円、三着の場合は一千万円の報奨金を交付する。これらの報奨金はいずれも、 クラス分けに用いる習得賞金には参入されない。中京競馬場のダートコース、1800メートルを使用。正面直線の中央やや第3コーナー寄りの位置から発走し、左回りに一周する。勾配のきつい急坂の途中からスタートするため、スタート直後からいきなり上り勾配となっている。ゴール地点の手前から緩く下り、第2コーナーの途中から交正面の中ほどまで。 上り勾配が続く。そこから第4コーナーを過ぎるまで高低差3.4メートルを一気に下り、直線に向くと再び急坂となる。急坂を登り切り200メートル程度走行したところがゴールとなる。ダートが主流のアメリカでは赤土のようなスピードの出やすいダートが主流だが、日本のダートはスピードが出にくい。 2007年に来日したスチューデントカウンシルは時計のかかる馬場向きとみてブリーダーズカップクラシックを回避してこのレースに出走した経緯がある。ただし日本馬のレベルが向上したことに加えアメリカ勢の惨敗が続いているためアメリカの競馬関係者の中にはジャパンカップダー後に出走すること自体が無謀という考えも多くあった。また根本的な問題として アメリカの競馬場はすべて左回りであることから右回りの阪神競馬場での開催に疑問の声もあった。そのため2014年から左回りの中京競馬場のダート1800メートルで開催されることとなった。距離はすべてダートコース。優勝馬のバレーは2000年も現行表記に揃えている。競争名は第14回までジャパンカップダート。 第15回からチャンピオンズカップ。外国庁競馬の所属表記は出展があるもののみ記載し、出展がない場合は空欄とした。各界競争結果の出展。ありがとうございます。